Twitter でパパカツおじさんでも探そうってよしピーカツやんな9日夕方11日夕方12日の夕方で健全のみでお茶やお食事などお会いできる方を探していますへーピーカツ初心者エチするときいつも気持ちいいんだけど行ったことがないもしくは言ってるけど分かっていないのかな点はてな 経験少ないからまだよくわからないすぐに行けるようになるとは思ってないけど回数重ねてちゃんと行けるようにしてくれる方とお会いしたい <laughs> 誰が変身してんねんこれに今日6日の午後浜松で 3P か 4P 女1人か女2棒できる女の子いたら DM ください顔や条件などは DM でお伝えします 何考えてんのこいつらピーカツ都内ピーカツパパさん募集裏垢女子条件変更させていただきました 155cm42kg 年齢16歳 <laughs> 止めて誰か嘘でしょえパパカツって健全なんかその他 DM でお話とか書いてるけど ほら、都会ではこんなんが蔓延してんねやぜ。電話音声1時間1,500円。ビデ通1時間3,000円。楽しい話などいろいろお話したいです。ペイペイ先払いお願いします。ビデ通は大人なことしませんのでお願いします。<laughs> 振り込み確認できました。でも商売やん。ホロライブより優しいね。で、ホロライブで1時間、お前、ビデ通なんかした日にはいくらかかんねん。 リプライも来てるねーって大人で会える方募集ですええー、俺も今からツイートしてみようかな <laughs> ピーカツ募集見えてっていけるやろえー、っと1時間俺ならいくら取れる 健全なパパ活募集です 16, セン16歳1 4 6センチ健全のみ NG 盗撮盗聴暴力個室ストーカーああまあそこら辺はしっかりしないとね。こんな犯罪に巻き込まれんでお前ら姫路でシャープ三重シャープピーカツ1時間大阪城近辺シャープ追え 危ないよね年齢二十歳くらいの方で、ピーカツ。パパカツでも何でもねえやん、おめえの年齢で二十歳くらいの人とか言うたら。それ用のアカウントなもうそれパパカツでも何でもないやん。援助してくれてる人を探してるんやん。へえ。デート代はパパさん持ちでお願いします。デートなんやで割り勘やで。 なんか俺声変わってきたほうあこういう怪しいやつにつらい <laughs> ピーカツとないで。最高日給50万円のアルバイトに興味のある女性いませんか <laughs> これ本当？最高日給50万円なほんま軽いアダルト 軽いアダルトの仕事です <laughs> 知らない方がいい世界かもしれんあるんだろうね絶対嘘だよって言ってか一1時間以内にパパ活してるやつ多すぎるへえパパ活見え パパ募集してます1時間5000円からこんなさえ見た目も何も分からん女にさ1時間5000円も出してさあげくの果てにさあの本当に飯食わ,食わしただけで終わっちゃうかもしれない1 5 5ンチぽっちゃりとかでさ本当に会いに行くの写真もらえんの場所によっては見えもいけますちょっと待ってて <laughs> この金道日で会える女の子いますか数やつ2種類持ってるので、たくさん塩吹かせたり行きまくったりできます。<laughs> 恥を知れ、お前三重の名前を使って何これ三重で活動されている歌詞、裏赤三重。FM 三重みたいに言うんじゃねえよ <laughs> 何や、裏赤三重って。 あ、はあ。ご飯や普通のエッチでもオッケーです。二十七日にある人。三重北中場あたりでお会いできる方いませんか。お食事や映画や買い物など、健全なデートをしたいです。デート費はパパさんにお願いしたいです。現金で当日先払いできる方でお願いします。 盗撮、録音、録画、手をつなぐ以上のおさわり。手つないでいいの個人情報、漏え特定、性的暴力。疑いがあった場合は、そこ、帰らさせていただき、アカウントはブロックさせていただきます。移動は、駅が、家からかなり遠いので、タクシーが多めです。日にちによって時間が空いてたり、空いてなかったりなので、延長などは厳しいです。へぇー。みんな普通に援助交際してんねやな。<laughs> 見えで調べても出てくる。普通に、みんな延行してんねや。 今の世の中。そんなもんなんや。彼氏と別れて次のパパ、お仕事とお金ゲット。4月から秘書。<え>笑い、名目上、三重のビラに温泉行くことになってよ。アーセックスしたい <laughs> <その> <laughs> なんて明るい子なんや。これ3月のツイートか。アーセックスしたいとんでもない世界やねえかよ。 もっとつつましくしなさい、女性は。